渡来博文は千葉県船橋市出身の元プロ野球選手。ポジションは内野手だが、投手と保守以外の全てのポジションを守れるユーティリティープレイヤーとして活躍した。八千代松影高等学校から中央学院大学を経て、大学2年から投格を表し始め、首位打者3回など、数々のタイトルを手中に収める。1993年、 ドラフト3位でヤクルトに入団。明治神宮外苑で草野球をしていたところ、片岡博士スカウトの目に留まり入団に至った。入団後4年間は1軍での起用はなかったが、1996年、1997年と2年、続けて2軍で3割以上を打つ活躍を見せていた。翌1998年には、手薄なイ野人の中、8番三塁で開幕した面に、 抜擢されるなど、レギュラーを奪うかに見えたが、宮本深夜の復帰で一番一塁に回されるなど、スタメン定着には至らなかった。1999年は一軍では、打撃不振で二軍中心のシーズンとなる。この年は、357で二軍の首位打者のタイトルを獲得。その後は主に代打として活躍。また守れるポジションが多いため、 緊急事態に備えて一軍ベンチに置かれることも多かった。二軍の試合に出場することもあるが、さすがに二軍では力が上で、1996年以降3割を切ったシーズンは2003年の一度だけである。一軍ではレギュラーをダッシュすることは最後までなかったが、2006年には高い代打率を残した。また同年は、右の代打の切り札であった土橋克が引退したため、 渡来がその任を受け継ぐ形になり、主に左投手相手に起用された。2008年9月29日、現役引退を発表。神宮球場の最終戦で、同年限りで引退する、真中光小野光成、川端龍と共に引退セレモニーが行われた。最終打席は、レフトフライ。ヤクルトのコーチを務めた後、球団広報や、球団営業を務める。 2020年には広報とファームディレクター補佐を兼任した。同年は次男がプロ志望届を提出したが、ドラフトで指名されなかったことが話題となった。2021年よりスカウトに就任。ヤクルトジュニアチームの監督も務めており、2022年4月に開校を目指すヤクルトアカデミーの設立準備室の責任者も務める。ありがとうございます。